何がちゃんと働いてるだよ。工場勤務ってど底辺すぎ。俺の現状を知った検事は露骨に馬鹿にしてくる。中学の頃から変わっていない嫌な笑顔だ。続けてありえない要求をされ、俺は呆れから乾いた笑みを浮かべた。俺は勇気、41歳。妻と娘の3人暮らしで、俺は工業系の会社に勤めている。俺が中学1年生の頃、父が事故で亡くなり、俺は高校に行かずに働き始めようと決心した。母はお金の心配はしなくていいと俺を説得したが、うちは身近に頼れる人もいない。加えて父が亡くなったショックで母は塞ぎ込む日が増えていた。そんな母の姿を見て、無理をさせたくないと思ったし、俺の後には弟と妹もいる。父が亡くなった以上、俺が家族を支えたいと思ったのだ。中学卒業と同時に、なんとか今の会社に入社し、精一杯頑張ってきた。弟も妹も無事に成人し、今では自立したいい大人だ。母や弟たちに感謝され、妻と娘にも恵まれて、中学の時の決断は間違っていなかったのだと確信している。兄さんが支えてくれたから今の俺たちがある。今後は俺たちが兄さんに恩返ししたいんだと、今では弟が奥さんと一緒に母と同居してくれていて、少し肩の荷が下りた気分だ。妹も結婚したが、実家の近くに暮らし、母を気にかけてくれている。そんなある日、俺の元に一通のハガキが送られてきた。中学の同窓会の誘いだ。俺は今まで同窓会に参加していなかった。というのも、中学時代に仲が良かった友人たちとは、卒業後も連絡を取り、個人的に交流を続けていたからだ。他の同級生に会いたい気持ちがないわけではなかったが、それ以上に会いたくない奴がいる。そういうわけで、今まで同窓会の誘いは断っていた。今回も不参加でいいかと考えていたのだが、今回の同窓会、俺らも行くけど、勇気はどうする？と友人から連絡が来たのだ。会いたくない奴はいるが、今回参加しているかどうかもわからない。そう思い、俺は参加に気持ちを切り替えたのだ。家族に行ってもいいか尋ねると、たまにはいいじゃない。楽しんできて。と妻は微笑み。パパがいないと広々するから、どうぞどうぞ。と、中学2年生の娘は憎まれ口を言う。最近思春期に入ってずっとこんな調子だ。パパがいると狭苦しいのか？わざと落ち込んだように言ってみると。もう。冗談に決まってるでしょ。うっさいな。気をつけて行ってきたよね。娘はぷいっと横を向いてスマホをいじり始める。俺は妻と顔を見合わせて苦笑した。同窓会の会場はとあるレストランだ。今日の同窓会のために貸し切り状態になっている。俺が顔を出すと早速友人たちの姿を見つけた。他にも中学時代の面影を残した面々が俺を見て近寄ってくる。何せ俺は一度も同窓会に参加していなかったから驚いたのだろう。来たな、ゆうき。今日は楽しもう。やだ、ゆうきくん。全然変わってない。元気だった？口々にみんなが挨拶をしてくれて、俺はほんのり気持ちが温かくなる。そんな中、俺は遠目にある人物の姿を確認していた。ある人物とは、俺が同窓会で一番会いたくないやつで、ケンジという名前だ。ケンジは中学時代から頭が良く、スポーツもできたため、クラスの中心的存在だった。ケンジに関しては、ろくな思い出がない。高卒でさえやばいのに、中卒で働くとかやばすぎ。お前人生終わったな。父が亡くなったばかりの俺にそう言えたのだから。こいつはこいつで相当やばいと思ったのを今でも覚えている。社会に出てもへこたれないように俺が鍛えてやるよ。ケンジはそう言って俺の机をチョークまみれにしたり、雨が降ってるにもかかわらず俺の教科書を外へ放り投げたりと散々な行為ばかりされた。しかも中学時代のケンジはみんなの人気者というイメージを壊さないよう隠れて嫌がらせをしていたから立ちが悪い。ああ、やっぱりいるのか。中学卒業から顔を見ていなかったが、面影からすぐにケンジと分かった。ケンジも俺の視線に気がついたのか、取り巻きを引き連れて俺に歩み寄ってくる。ブランドのスーツや革靴をビシッと決めた姿はまさにエリートといった感じだ。もしかして勇気か？なんだよ。底辺生活がバレるのが恥ずかしくて、同窓会なんか一生来ないと思ってたぜ。白い歯を覗かせて、軽薄に笑うケンジに、俺は、久しぶり、とだけ返して笑う。意地悪な言い方しないであげてよ。ゆうきくん、楽しんでね。取り巻きが茶化すように笑っていたが、言葉から俺に気を使ってくれるのが分かった。そうだ、せっかく来たんだから、何か飲めよ。ビールでいいか？今日はみんなで語り明かそうぜ。友人たちも察して俺を引っ張っていってくれる。ケンジは一瞬面白くなさそうな顔をしたが、取り巻きがちやほやするおかげですぐに機嫌を直していた。相変わらずだなぁと思いながら、俺は友人たちと乾杯する。大きな声で話しているので、嫌でもケンジの自慢話が聞こえてきた。どうやらケンジは一流大学を出て、今ではある会社の営業部で働いているのだとか。俺も知っている大きな会社名だ。そうそう、俺今度結婚するんだ。やっと俺と釣り合いが取れる女が見つかったんだよ。ちょっと顔は地味だけど、金持ちで学歴の高い女でさ、みんな結婚式に来てくれよな。今度の人事で部長になるのも決まってるし、盛大にやるからさ。ケンジの発言に対し、すごい！さすがケンジだな。と賛辞が飛ぶ。ケンジが聞こえよがしに大声で言う。ゆうき、同級生のよしみで、お前も呼んでやるよ。貧乏で惨めなお前だから、どうせ結婚もしてないんだろ？俺の結婚式で幸せな空気を味わってくれよな。どうせ、余興をやれだとか、無理難題を強いられるに違いない。ああ、あいにくもう結婚して幸せな空気は経験済みだから大丈夫。しれっとビールを飲みながら返事をすると、ケンジは、はぁ？と、不機嫌そうに顔を歪めた。ああ、めんどくさいことになりそうだ。心の中で思っていると、ケンジは言った。はっ、なんだよ。お前結婚できたのかよ。物好きもいるもんだな。つーか、お前今何やってんの？どうせコンビニ店員とか、土方あたりの底辺の仕事だろ。ケンジは一流大学を卒業したそうだが、考えがあまりに短絡的で幼稚だ。中学時代にいじられた時も同じように思ったものだが、今も変わらないらしい。ケンジ、今の言葉本気か？コンビニ店員はいろんな業務を臨機応変に対応するすごい仕事だ。土木作業員だって、彼らが道路を整備、補修してくれるから、俺たちは安全に車を走らせられるんだ。底辺だとか馬鹿にしていいわけがないだろ？俺の発言に、周りから、うんうんと賛同する言葉が聞こえてくる。ケンジは気がついていないが、今日参加してくれた同級生の中には、コンビニでパートをして育児をする女性や、土木作業員として家族を養っている男性が実際にいたのだ。同級生との雑談の中で俺はそれを知っていた。うるせえな、いい子ぶってんなよ、中卒のくせに。ケンジの大声にさすがの取り巻きも後ずさる。さっきの質問だけど、俺は工業系の会社の工場でちゃんと働いているよ。俺が会社名を一緒に告げると、ケンジは吹き出して爆笑し始めた。嘘だろ？うちの取引先じゃん。何がちゃんと働いてるだよ。工場勤務って土底辺すぎ。道理でコンビニや土方をかばうわけだ。ケンジは露骨に俺を馬鹿にする。中学の頃から変わっていない嫌な笑顔だ。なんだよ、その目。俺の表情が気に入らないのか、ケンジは俺に歩み寄り、胸ぐらを乱暴につかむ。ちょっとケンジ君、飲みすぎよ、乱暴はやめて。見かねた誰かが声をかけたが、ケンジは聞く耳を持たない。お前さ、そんな態度でいいわけ？俺、取引の担当者なんだよね。俺のおかげで飯が食えるんだぞ。今すぐここで感謝の土下座しろよ。言いながら、ケンジは俺を乱暴に突き放す。俺は勢いよく床に投げ出され、テーブルの足に頭をぶつけた。鈍い音がして、少しして、額からツーッと何かが伝う。俺が恐る恐る手をやると、指がかすかに赤く汚れていた。同級生の中から悲鳴に近い声がして、ゆうきくん、大丈夫？ケンジくん、なんてことを！と、友人たちが数名俺に駆け寄る。騒ぎを聞きつけたスタッフがやってきて、ケンジに注意していたが、うるさい、貸し切りなんだ！部外者は引っ込んでろ！と、悪態をつき、さらに、手近にあった空のグラスを床に叩きつける。おい、ケンジ！いくらなんでももうやめろよ！取り巻きの一人が、ケンジを止めるが無意味だ。ケンジは、俺の額が切れているのに少し動揺したみたいだが、依然として腕を組み、俺を睨みつけていた。素直に謝るという頭はないようだ。ここまで来ると、呆れを通り越して、笑えてくるな。俺が、ふっと口元を緩めると、ケンジは苛立って、声を荒げた。お前、何笑ってんだよ！完全に、ケンジの取り巻きも、俺を心配する側になり、ケンジにとっては不利な状況になっている。それが分かっているのか、ケンジの声は若干上ずっていた。あ、少し切れただけだから、大丈夫。心配してくれる友人たちに声をかけ、俺は立ち上がる。そして、俺はケンジに向かって微笑んだ。じゃあ、商談は中止で、よろしく。俺の言葉に、ケンジだけでなく、周囲もあっけに取られてポカンとした。は？何の冗談？俺は確かに工場で勤務してるって言ったけどさ。ケンジの言葉を遮り、俺はハンカチを取り出して額を拭った。血の汚れ具合からして、やはり少し切れた程度で済んでいるようだ。しかし、ズキズキと痛むことから、後々腫れたりするかもしれない。役職までは言ってなかったよな。俺、今は大きな工場の工場長を任されてるんだ。それから、ケンジが勤める会社がうちの取引先って聞いて、俺もびっくりしたよ。自分が担当者だって言ったけど、嘘だよな。だって、本当の担当者は榎本って名前の人だから。俺がそこまで言ったとき、ケンジは、表情をこわばらせる。ケンジの発言を聞いてずっと疑問だった。俺は、検事の会社の取引担当者と面識があるのに、検事とは会ったことも、名前を聞いたこともなかったからだ。だからこそ、土下座しろの下りで嘘をついていると確信が持てたのだが、検事が固まっている間に、俺は説明を続ける。今度の取引、結構大きな企画だからさ、うちの担当者と榎本さん、俺とで何回か打ち合わせをさせてもらってるよ。基本的に取引については営業部の人間がメインで関わるが、俺の元に相談が来る場合もある。営業職だけでは細かい部分はわからないため、製造物や現場をよく知る工場長の意見も時には必要なのだ。よって契約に関わるある程度の発言権を持っている。なんでお前ごとき中卒が？中卒だからずっと昇進できないとでも思ってる？俺は入社してからずっと同じ会社で努力してきたんだ。成果も出して同僚や上司との信頼も築いた。それが結果として今の俺になったってだけだよ。俺をよく知る友人たちがそうだと声を上げた。俺は言葉を続ける。同級生ばかりでバレないと思って見栄を張ったんだろうけど、嘘は良くないよな。俺の怪我の件も含めてしっかり榎本さんに取引を中止したいって伝えさせてもらうから。俺の淡々とした口調に、どんどん検事は顔を赤くしていく。周囲から、嘘なのとか、やばすぎとひそひそ声が聞こえて、恥ずかしくてたまらないのだろう。昔から検事はプライドが高いからすぐに分かった。俺のおかげで飯が食えるか。よくそんな発言できたよな。俺が仮に取引先の人間じゃなくても大問題だよ。同窓会でかなり自慢話をしていたみたいだけど、それも嘘が混ざってるんじゃないか？何気なくした俺の発言に、検事は目を見開く。まさかの図星だったようだ。いいだろ、別に。普段こき使われて、こんな場所くらいじゃないと発散できないんだよ。検事にとって、見栄を張っているという指摘は地雷だったようで、逆上した検事が次々と感情を吐き出していく。正直、ここまで自分から暴露するなんて思わなかったから、内容を聞いてかなり引いてしまった。少々支離滅裂だったが、要約するとこうだ。一流大卒で大きな会社に入社したはいいが、仕事でミスが多く、怒られている毎日らしい。プライドばかり高くて謝罪もろくにできないから周囲に敬遠されているんだとか。それから自慢話の中で部長へ昇進が決まっていると語っていたが、実際部長は愚か、未だに役職にもつけていないようだ。昨今では年功序列で昇進するというのが普通ではなくなっているケースも多いと聞く。検事の会社もそうなのだろう。しかも、結婚相手というのも親戚に頼んでようやくお見合いをしただけで、まだ結婚の段階までは進んでいないらしい。このスーツも革靴も全部レンタルだよ！悪いか！中学、高校、大学とプライドが高いまま突き進んでしまったため、思い描いていた理想と現実の落差を直視できなくなったのだろう。そのための見栄なのだろうが、正当化する理由にはならない。まして、検事の見栄は自分を保つためだけではなく、実際に俺の心や体に傷をつけたのだから。レンタル自体は悪くないけど、お前の行動は大問題だよ。俺が言うと、やっと自分の行動に気がついたのか、検事はハッとした顔になる。俺や周りがドン引きしているのを見て、検事の顔から血の気が引いていく。そりゃ、言わなくていい話まで全部、自分からしてしまったのだから、もう恥ずかしくてたまらないだろう。正直、もう見ていられなかった。ちょっと、あれパトカーじゃない？重く気まずい空気が流れる中、誰かが声を上げた。みんなで窓の外を確認すると、レストランの駐車場にパトカーが駐車しようとしているのが見える。誰か通報したのかよ！パトカーが来る理由なんて一つしか思い浮かばない。当人も自覚があるのだろう。検事は慌てふためき、通報した犯人探しを始めている。私どもが通報いたしました。奥から今日のために作業してくれていたシェフと従業員が数名姿を現した。暴行に器物破損ですから当然です。先ほど俺が突き飛ばされた時、検事に注意をしていた従業員が毅然とした態度で言い切る。直後、警官が店内に現れた。通報を受けましたが、こちらで間違いありませんか？シェフは間違いありませんと答え、検事を指さす。検事はヘナヘナと脱力し、がっくりとうなだれる。さっきも言ったけど、俺は検事に歩み寄り、続けてこう言った。ちゃんと榎本さんには伝えるし、俺も社長に進言するよ。取引はやめておいた方が良さそうだってね。でも、進言するまでもないかもな。取引先の工場長に暴言を吐いただけじゃない。暴力まで振るって警察に連行されるんだから。検事がきっと俺を睨みつけたが、俺のすぐ後ろに警官が立っているのに気づき、検事はすぐに表情をこわばらせる。とにかく、お話を聞かせてもらいましょうか。そう告げる警官に、検事はうつむき。終わった。と力なくつぶやいた。その後、検事が会社を懲戒解雇になったと取引担当者の榎本さんから謝罪とともに教えられた。検事の愚かな行為によって契約がなくなったのだから、損失は計り知れない。警察に連行されたのも大きかったのだろう。見栄を張って職を失った結果、ご両親にもお見合い相手にも見放されたようだ。仕事も家族も失い、残ったのは会社と俺に、それぞれ請求された損害賠償と慰謝料のみ。検事は今、絶望のどん底にいるに違いない。パパ、おでこ大丈夫？ふと気がつくと、娘が不安げな表情で俺を見ていた。同窓会に行く前は悪態をついていた娘だが、さすがに心配しているらしい。俺が大丈夫と笑うと、娘がちょこんと俺の隣に座って漫画を読み始める。俺が娘の年齢の頃、すでに俺は就職活動を始めていたのだが、娘には自由に夢を描き、道を進んでもらいたい。そして、どんな職業であれ、人を簡単に馬鹿にするような、検事のような人間にならないでほしいと、心から願っている。優作さん、これさすがですね。俺にそう声をかけてくれたのは、この会社の社長。俺の仕事を正当に評価してくれる。しかし、今年の新入社員で、俺を見下す奴がいた。こんなの俺でもできるや。じじいはさっさと引退すればいいのに。俺に聞こえるようにニヤニヤとする新人。この新人の身にとんでもないことが起こるなんて、この時はまだ誰も知らない。俺の名前は優作。伝統工芸の職人をしていて58歳になる。父も職人だったから何の疑問もなくこの道に着いた。伝統工芸も需要が減り、細々と生活するようになっていたのだが、20年ほど前にとある人物に出会った。観光で工房に来たという、たくまという男だ。観光といっても、隣の市からだが、たくまは俺の3つほど年下で、インテリアを扱う会社の社長をしているという。わざわざ俺のことを呼び出し、名刺を渡してきた。俺の作品に一目惚れしたと興奮している。そしてなんと、俺の作品とコラボをして商品を作りたいと言ってきた。とはいえ、観光できた程度の男がどこまで本気なのか、俺は正直言ってこの時はタクマのことを信じていなかったのだ。しかしそれから半月後、タクマがもう一度やってきて、きちんとした企画書を持ってきた。俺の作る工芸品がインテリアとして活用できる。それは願ってもないことだ。最初はタクマのことを疑っていたが、タクマは何度も通ってくれて、俺たちはだんだんと打ち解けていく。そして試作品を完成させ、その後商品化し、タクマの会社で売り出したのだ。これが大当たり。特に旅館や外国人の需要が高く、そこからいくつもの商品を生み出した。優作さんの技術は素晴らしい。これは残さなければいけない技術ですよ。タクマは何度も俺にそう言う。俺もタクマの手腕を尊敬していた。タクマと出会って20年。俺は今、タクマの会社の工場で働いている。伝統工芸を学びたいという人間は意外と多いらしく、タクマの会社の社員に技術を教えることもあるし、最近では観光客相手に伝統工芸品を作る体験も実施するようになった。昔はあまり人と関わらず黙々と制作をしていたが、今の生活も悪くない。それもこれもタクマのおかげだ。タクマの会社はだんだんと大きくなり、今では名の知れた企業になった。優作さんの技術がなかったら、うちの会社は成長できなかったよ。タクマは嬉しいことを言ってくれる。ああ、いや、俺の方こそ、タクマと出会わなければ、こんなに人と関わることもなかったし、生活すらどうなっていたかわからないよ。俺が本音をぶつけると、タクマは嬉しそうに笑った。そして、今年も春が来て、新入社員が入ってくる季節になる。新入社員は商品の制作現場で研修をするのが通例行事で、今年も何人かやってきた。その中で、榎本という新入社員がいるのだが、こいつはなかなかの癖者だ。俺が作業しているのを見てニヤニヤしたと思えば、これが伝統工芸？俺でもできるわ。と言ったり、俺が休憩をしながらコーヒーを飲んでいると、俺営業志望だから、今のうちに俺に頭下げて。あんたみたいなジジイの作るもの、俺みたいな優秀な営業がいないと売れないでしょ。と言ったり、とにかく失礼なのだ。しかもそれを他の人がいないところで言ってくる。俺のような職人のジジイは見下していい存在らしい。榎本は大学を出たばかりの新入社員だが、大学のサークルではリーダーをしていて、何十人を束ねていたとか、今でも後輩に慕われているとか、何かというのを気取りだ。榎本は教育担当の社員に対してはペコペコして、ハキハキと喋るのだが、研修期間中、俺に対しては、口も悪く見下してくる。現場研修の最終日なんて、わざわざ俺のところまで来て、職人って転職もできないですよね。寿命まで働く底辺じじいですね。と笑ったのだ。なんてやつだとは思ったが、研修が終わればほとんど会うこともない。直属の上司にはいい顔するタイプのようだし、自分の仕事さえしっかりやるのなら、俺に対してはどうでもいいと諦めた。数日後、新入社員の研修も終わり、榎本と会うこともないだろうと思ったのだが、俺は研修の最終日、本社で行う決起集会に参加してほしいとタクマから言われる。タクマは次の商品の相談をしたいから、ついでに決起集会に参加して、今年の新入社員の雰囲気も見てほしいということだった。俺は久しぶりにスーツを着て本社に向かった。会場に着くと、本社の人間が数名と新入社員たちがいる。10名ほどの新入社員がいるが、現場研修に来た時ほどの緊張はもうなさそうだ。新入社員の何人かは、俺と目が合うと会釈をしてくれる。その中で、現場研修で熱心に俺に質問をしてきた森下という子がいた。森下は俺のところまで来て、僕、昔から工芸品に興味があって、職人さんの仕事を間近で見られて感動したんです。現場への配属を希望しているので、希望が通ったら色々教えてください。という。俺は少し照れながら、待ってるよ。と、森下の肩を叩いた。榎本とは違って、こんないい子もいるんだな、と思っていると、榎本の姿が見えないことに気づいた。しばらくして、壇上から声がする。これ持って行って、本社の社員さんもいるんだからキビキビ動くぞ。妙に仕切った言葉を放つのは、榎本だった。早速新入社員のリーダー気取りらしい。まあ、そういう人間も必要だろう。そう思っていると、その声は俺の方へと飛んでくる。あれ？という榎本と目が合った。そして、榎本はいきなり笑い出す。なんでじじいがこんなとこにいんの？今日は俺たち新入社員の決起集会なんですけど。若者に混ざりたくて来ちゃったわけ？と、俺を茶化すように言った。おい、榎本！と、森下が止めに入ったが、榎本は止まらず、笑ったまま俺を指さす。スーツ似合わねえ！まったく、汚いじいさんは場違いだよ！帰れ！森下は、何言ってるんだよ！失礼だぞ！と声を上げている。他の新入社員も森下に同意するが、榎本は笑った。いやいや、俺、みんなの気持ちを代弁してるだけだよ。な！と新入社員に向かって言う。すると、後ろの方で談笑していた本社の社員がすっ飛んできた。君、ちょっと来なさい！厳しい口調で社員に呼ばれたのは榎本だ。榎本は、俺？とポカンとしている。森下が榎本を壇上から引きずり下ろし、本社の社員が榎本を俺のところへ連れてきた。優作さん、申し訳ありません。そう言って、本社の社員は俺に頭を下げる。榎本は、わけがわからないという表情でキョロキョロしていた。本社の社員だけは青い顔で震えているが、榎本はこの状況がわかっていないらしい。でも、本社の社員の言うことは聞くので、不本意そうに榎本は俺に頭を下げる。この本社の社員は、拓磨の側近といったところだ。今日の決起集会を任されているのだろう。新入社員をまとめているのもこの人かもしれない。俺は呆れながら言った。頭を上げてください。ただ、このことはすべて拓磨に報告しますからね。実はこちらの榎本くんは現場研修の時から俺のことを職人のじじいだと見下していて、少し気になっていたんですよ。本人は営業希望らしいですけど、職人を見下すような営業がうちの商品を売り込めるとは思いません。研修を終えれば考えも多少なりとも変わると思いましたが、このままじゃ使い物にならないんじゃないですか？すると本社の社員はもう一度頭を下げる。本当に申し訳ありません。私の教育不足です。確かにそうなのかもしれないが、頭を下げるべきなのは榎本だ。榎本は眉間にシワを寄せて俺のことを見ている。なんで職人のじじいごときがこんなに偉そうなんだ、とでも思っているのではなかろうか。本社の社員は榎本に、お前はもういい。向こうで決起集会の準備でもしてろ。と言い、榎本は眉間にシワを寄せたまま立ち去る。しかし、そんな榎本を捕まえたのは同じ新入社員の森下だ。森下は興奮した声で榎本に言った。榎本、お前、あの職人さんが誰なのか知らないのかよ。社長とこの会社をここまで成長させたすごい人なんだぞ。しかも、この会社の役員だ。榎本、お前は現場研修でどんな態度をとっていたんだよ。リーダー面して俺たちのことまとめたがるけど、誰もお前になんてついていかないよ。少なくとも俺は憧れの職人でもある優作さんを見下すような奴、絶対に許さない。森下の気持ちがとても嬉しかった。榎本はようやく事の重大さが分かったようで一気に青ざめる。え？役員？あの人が？そう。実は、俺はこの会社の役員も兼ねている。拓馬が会社を大きくするときに打診してきたのだ。最初は受ける気はなかったのだが、うちの会社が成長したのは優作さんのおかげだし、これからも必要不可欠な人だから、どうしても役員になってほしいと言われ、現場にいることを条件に、拓馬の話を受けた。企業案内にも名前は載っているが、榎本はまさか見下している職人が役員を兼ねているなんて思わなかったのだろう。榎本の顔は面白いほど青ざめていく。そして榎本は俺のところに走り寄ってきた。俺が榎本の顔を見ると、榎本は突然土下座を始める。申し訳ありませんでした。俺、僕はあなたのことをただの職人だと思っていました。まさか役員だったなんて。すみません。心を入れ替えますので、クビにはしないでください。他の新入社員たちも、さすがにこちらの状況が気になるようで、ちらちらとこちらを見ている。森下は眉をつり上げて榎本を見た。俺が本社の社員の顔をちらりと見ると、本社の社員は青い顔のまま榎本を見ている。俺はさすがに榎本を許せなくなった。君、根本が間違ってるよ。俺が強い口調で言うと、榎本はビクッとなって顔を上げる。俺は続けた。俺が役員だから謝罪してるんだよな。それに、ただの職人ってなんだ。君は職人のことを見下しすぎている。今の言葉だと、職人に対しての謝罪ではなく、役員である俺に対しての謝罪だよな。さっきも言ったが、この会社の職員を見下すということは、自社の商品も見下しているということだ。そんな気持ちで営業ができるのか？できると思うならやってみたらいいよ。断言するが、君は絶対にうちの商品の売り込みはできない。そこまで言うと、榎本の眉がピクッと動いた。俺はそれを見て笑う。そんなことあるかとでも思ってるのか？君随分と自分が有能だと思っているみたいだけど、他の新入社員の方がよっぽど有能だぞ。君みたいに裏表のあるような人間は特に信用されない。まあ持ち上げられて喜ぶ上司もいるかもしれないが、少なくともうちの会社にそういうタイプはいないよ。うちの会社は職人に対して敬意を持ってくれているし、森下くんのように職人に憧れてくれる人間もいる。君の自信満々なところは評価するが、実力が伴わないのでは全く意味がない。すると、榎本が唇を噛んだ。そこで本社の社員が口を開く。すみません。就職の面接をしたのは私です。榎本くんはハキハキしていて、自信を持っているようで、うちにはいないタイプだったので採用しました。すべて私の責任です。俺は冷静に言った。俺は人事のことは関与していないし、あとは拓馬の判断に任せるよ。すると、俺の真横から近づいてくる足音がした。話は全部聞いたよ。拓馬が予定より早く着いたらしい。榎本は拓馬の顔を見て顔面蒼白になっている。本社の社員も青い顔で拓馬に頭を下げた。拓馬は笑いながら榎本に近づき、声をかける。君が榎本くんだね。自分に自信があるのは大いに結構。君、うちの会社に貢献できると思う？周りから見ればにこやかに見えるのだが、俺は拓馬のこういう笑顔は実は怒っている時だと知っている。ハラハラしながら見守った。すると、榎本は、青い顔をしながらも、はい、必ず貢献しますという、ある意味すごいメンタルだ。拓馬の次の言葉は、俺が思った通りの言葉だった。じゃあ営業としてやってみなさい。新入社員はざわついている。本社の社員は青ざめたままだ。俺は笑った。拓馬は、榎本を試す気だ。まあ、実力がないと見抜いた上で言っているのだろうけども。その場はそれ以上の空気を壊すことなく、新入社員の決起集会が始まった。そして1ヶ月後、俺は用事があって本社に向かった。するとそこには、拓馬に呼び出された榎本の姿がある。俺はその場に同席した。拓馬は資料を片手に榎本に言う。会社に貢献すると言ったよね。契約なんて一件も取れてないし、自社の商品のことを何も分かっていないと先方からクレームも来ている。どういうことだ？榎本は青い顔をしているが、俺が来たことを確認すると俺のことを睨みつけた。そしてとんでもないことを言う。もっといい商品なら売れました。この言葉には、さすがに俺も拓馬もあっけに取られた。俺は榎本に近づく。いい商品とはどういったものだ？君が売れる商品を今すぐプレゼンしてほしい。俺がそう言うと、榎本はまた俺を睨む。どうせ俺はクビだろ！だったら言いたいこと言ってやるよ！榎本はそう言って、俺に罵声を浴びせてきた。あんたみたいな時代遅れの職人が作る商品を売ってこいっていうのが無理なんだよ！もっとおしゃれで今時のものを作るべきだろ！職人のじじいはさっさと引退しろよ！拓馬がその言葉に、おい！と怒鳴ったが、俺はそれを止めた。そして冷静に言い放つ。だったら、おしゃれで今時のものを扱う会社に入るか、自分で起業でもしてみたらどうだ？うちは伝統工芸の技術を活かしたインテリアを扱う会社だ。そんなものを入社する前から分かっていただろ？気に入らなければやめればいい。君は自分のことを過大評価しているようだが、はっきり言って、うちの会社で君を評価している人間は誰もいない。それに、他の新入社員はすでに何件も契約を取ってきているよ。君には営業の能力がなかったのかもしれないな。すると、榎本は怒鳴り始めた。うるさい！こんな古臭い会社、やめてやれよ！他の会社より自由にできると思ったのに、俺の計算ミスだったようだな。そして、榎本は鼻で笑う。そうだな。あんたの言う通り、起業してみるのも悪くない。俺の父親は地方議員だから金も援助してもらうよ。こんな会社、すぐ追い抜いてやるからな。そう言って出て行った。俺と拓馬は顔を見合わせてため息をつく。それからしばらくして、拓馬が笑いながら話してきた。榎本くん、議員の父親に大目玉食らって実家へ追い出されたらしいぞ。父親が俺に謝罪の連絡を入れてきたよ。それでも起業しようと躍起になって、大学の友人に借金までしようとして、友人関係も切られ、なんだか大変らしい。新入社員の子が同じ大学だったらしく教えてくれたんだ。俺も笑って言った。まあ、自業自得だな。その後も、うちの会社の方針はぶれず、伝統工芸を使った商品を作り続けているが、売り上げが衰える気配はない。むしろ、通信販売や SNS を通じて、売り上げは右肩上がりだ。優作さん、これはこうでいいですか？と言ってくるのは森下。勉強熱心な森下は、工場に配属され、着実に技術を向上させている。将来はうちの工場を支える人間になるかもしれない。今から楽しみだ。うちの工場は中卒も雇ってるんだな。ニヤニヤしながらそう言ってきたのは部長だ。工場の仕事だからって手を抜くなよ。部長は俺を見下して言ってくる。この人はいつもそうだ。いつか見返してやりたいと思っていたが、まさかあんなことになるなんて。俺の名前は勇気。23歳で工場勤めだ。俺の父はギャンブル好きで、母は昔から苦労していた。そんな母を助けたくて、俺は中学を卒業し、すぐに就職先を探した。父はいつの間にか家からいなくなっていて、いわゆる蒸発というやつだ。母は、俺が片親だと言われるのが嫌で離婚しなかったと言っていたが、こんなことなら早く離婚していた方が良かったかもしれないと後悔していた。でも俺は父のことはあまり気にしていない。小学校の頃、俺はネガティブな性格で友達もいないし趣味もなかった。父があんなだからと言い訳をしてきたけど、あいつと出会ってから俺の人生が変わった。あれは、小学5年の春だ。うちの近所に同い年の男子が引っ越してきた。人付き合いの苦手な俺は特に話しかけもしなかったが、あいつの家の前を通りかかった俺はいきなり話しかけられた。ケンって呼んで。最初は何を言っているのかと思ったが、自分のことをケンと呼ぶように俺に言ってきたようだ。しかも勝手に話を進めている。でも、ところどころ日本語はおかしいし、片言だ。なんでかと思ったら、そいつはハーフで、日本語はまだ勉強中らしい。その頃の俺は、外国人は金髪なんだと思っていたから、黒髪で日本人のような顔立ちをしているそいつを外国人だとは思っていなかったのだ。ケンは親の仕事の都合で日本に来ることになったという。ここは田舎で外国人はほとんど見かけないし、ケンは周りから変な目で見られていた。でも、ケンは決してめげることがなかった。俺が学校に行こうとするとついてきて、俺が帰ると自分も帰るとついてくる。いつの間にかすっかりケンのペースにはまった俺は、次第に心を開き、ケンのポジティブな性格に引っ張られていった。なあ、英語って難しい？ある日俺はケンにそう聞いた。俺はケンに日本語を教えることで、なんだか優位に立った気でいたが、俺は日本語しか喋れない。英語を話して日本語も勉強しているケンとは大違いだと思った。すると、その日を境に、ケンは俺に英語で話しかけてくるようになる。やることが極端なんだよ。まあ、そのおかげで中学の英語の授業は苦労しなかった。あいつは俺の性格を変えてくれた恩人だ。中学を卒業すると、俺は早く母を助けたくて就職先を探した。ケンは進学したが、相変わらずお互い実家暮らしなので、今でも交流は続いている。中卒で雇ってくれる企業はあまりなく、俺は工場で募集していた求人に応募。なんとか面接に受かり働き始めた。小さな工場だったが、工場長の人柄も良く、楽しく働いていた。しかし、数年前から工場の経営状況が怪しくなる。そして2年前、社長はついに買収の話に乗ると言った。前々から工場の技術を欲しくて、買収の話を持ちかけていた外資系の企業があるらしく、社長はギリギリまで粘ったが、俺たち従業員を路頭に迷わせるわけにはいかないと決断したという。実際、給料はわずかながら上がったし、悪い待遇ではない。でも、ただ一人、どうしても厄介な人物がいるのだ。今日も汗水垂らして働いてるか？工場の仕事なんて、エリートの俺にはできない仕事だ。せいぜい頑張りたまえ。そう言って、タバコ臭い息を振りまきながら、工場内をうろうろしているのは部長だ。買収されてから上層部の体制が変わり、この部長がやってきたのだ。ちなみに工場の敷地内は禁煙であるが、部長がこそこそと敷地内で吸っているのをみんなが目撃している。危険だからやめるように言ったことがあるが、部長は、俺に口答えするのか？と、威圧的な態度で睨みつける。部長は一流大学を卒業しているエリートだそうで、口を開けば、学歴がどうこう、自分はエリートだと言っている。君、どこの大学を卒業してるんだ？俺は、部長に突然声をかけられた。大学は、というか、高校も行っていなくて。俺がしどろもどろに言うと、部長は思いっきり笑い出した。え？中卒？いくら田舎だからって、そんな奴はいないと思ってたよ。中卒なんて、何の使い道もないだろ。前の社長がお情けで雇ったのか？言っておくが、前の社長の評価は今後一切関係ないからな。部長は、周りにも聞こえる大きな声で宣言する。この時から、俺は何かと見下され、今では呼び方も中卒だ。部長は俺の名前なんて覚えてないだろう。ゆうき！今日も散々だったな。俺にコーヒーを差し出してくれたのは同い年の純平だ。純平は工業高校を卒業して入社した。俺の方が先輩ではあるが、純平から学ぶことも多く、気心の知れた友人だ。あの部長、いつかギャフンと言わせたいな。俺がそう言ってコーヒーをぐいっと飲むと、純平は笑った。さすがだな。お前のそういうポジティブなとこ、すごいわ。それから数日後、また部長が工場にやってきて。お前らを懇親会に呼んでやる。上層部も来るからな。粗相のないように。お前らみたいな田舎者には似合わない場所だが、身だしなみもきちんとしてこいよ。という。懇親会の会場は、この辺では一番大きな駅の近くにある大きなホテルらしい。工場からは車で30分ほどだが、ここら辺の田舎とは違い、いきなり都会の景色になる。行ったこともない会場に、俺たちはワクワクしながら当日を待った。懇親会の日、スーツを着て、順平と一緒にホテルに向かう。懇親会ってどんななんだろうな。あんなホテル、こんな機会でもないと行かないからな。堪能しないと。順平はウキウキしながら言う。工場が買収されてから体制は変わっていたが、部長より上の役職の人にはほとんど会ったことがない。今日の懇親会ではさすがに社長は来ないらしいけど、専務が来るという。工場しか知らない俺たちは、それがどんな仕事をする人なのかはよくわかっていなかったが、偉い人だということはわかっている。少し緊張しながらホテルに入ると、その豪華さに驚いた。俺たちが会場でドキドキしながら待っていると、入り口から見知らぬ人たちが入ってきた。部長が、専務、こちらへ。と言っている。あの人が専務か。なあ、純平。専務って外国人だったのか？俺が順平に尋ねると。はあ、そうらしいぜ。俺も見るのは初めてだけど、なんかすごい人だって。オーラが違うよな。という。俺はうなずき。確かに、いつもあれだけ威張り散らしてる部長が、全く目立たないもんな。と笑って言うと、順平も笑った。懇親会が始まり、部長が仕切り始めた。部長はこの後に及んで自分の学歴自慢をしている。俺たち工場で働く人間を見下しているのがよくわかる内容だ。はぁ、長いな。部長の話の長さに飽きてきて俺がつぶやくと、順平や周りにいた工場の同僚たちもうなずく。その時、外国人の専務の隣にいた人が部長のところまで行き、何かを部長に囁いているのが見えた。すると部長は一瞬言葉に詰まり、すぐに乾杯の温度に移る。話が長いとでも言われたのかねと順平が言うので、俺たちは笑った。乾杯すると立食パーティーが始まる。俺たちは料理に舌鼓を打った。しばらくすると部長が近づいてきて、俺の前で立ち止まった。おや、中卒まで来たのか。なんかみすぼらしいスーツ姿だな。スーツなんて着慣れないのは本当のことだが、そこまで言うか。しかも、こんなところまで中卒呼び。俺は少し頭に来て。そうですね。スーツは着慣れませんから。ところで部長、そろそろ中卒という呼び方はやめていただけませんかと言った。しかし、部長はニヤニヤする。本当のことだろ？君はただの工場の労働力で、言ってしまえばいくらでも替えが利く。中卒なんかに責任ある仕事は任せられないからな。それとも、君に何か秀でた才能があるのか？部長は誰にでもこの調子だが、中卒の俺は常にターゲットにされている。言い返さなければよかったと少し後悔する。そこで、部長は何かを思いついたように俺を見てにやりと笑った。なんだか嫌な予感がする。おい、ちょっと来い。部長はそう言って、有無を言わさず俺の腕を引っ張っていく。順平たちは不安そうに見てくるが、誰も何も言える雰囲気ではなかった。そして、俺は壇上に立たされる。その近くで談笑していた専務は、俺が来たことで壇上に視線を移した。部長は、ここでちょっとした余興を披露します。と言い、俺が中卒で工場で働いていて、何の才能もない中卒でも工場で頑張って働いている、などという。目の前の専務は厳しい顔つきに変わった。はあ、やっぱりこの専務も、中卒なんていらないと思っているのか。仕方ないだろうと思っていると、部長がとんでもないことを言い出した。ただ一つだけできることがあるんですよ。それは英語だ。そこで、俺はドキッとする。工場で英語なんて使ったことがない。部長は、俺が英語を話せることをどうして知っているんだろう。しかし、その疑問はすぐに解消された。部長がニヤニヤして言う。さあ、外国人の専務に英語で余興しなさい。この瞬間、俺は悟った。部長は俺が英語を話せないと思っている。でも、この場で英語を話せることにして、英語で話せと言い、話せなくて困る俺を見て、馬鹿にしようという魂胆だろう。部長のにやけ顔が全てを物語っているように感じた。早くしなさい。部長が俺をせっつく。俺は覚悟を決めた。わかりました。部長の思い通りにはさせない。俺は部長からマイクを受け取った。俺は手始めに英語で自己紹介。部長はまだニヤニヤしている。さすがに名前くらいは英語で言えるだろうと思っているようだ。次に、アメリカンジョークを英語で話すと専務が笑った。部長はポカンとしている。英語を話せたとしても、アメリカンジョークは日本人に分かりづらいものも多い。俺も初めて聞いた時は何が面白いのか全く分からなかった。でも、アメリカ人相手だとウケるものだ。専務はいかにも外国人という顔立ち。先ほどからの様子だと、日本語も多少はわかるようだが、やはり普段の会話は英語のようだ。俺は専務を見ながらアメリカンジョークを交えて部長の悪態を暴いた。最初は笑っていた専務もだんだんと表情が変わっていく。俺は最後にこの場で話せたことに礼を言って部長にマイクを返した。唖然としている部長。そんな部長に向かって専務が英語で激怒した。なんて。専務は明らかに部長に向かって怒鳴っているが、部長はわけがわからずキョロキョロしている。そこで俺は、部長、英語わかります？と聞くと、部長は首を横に振る。自分が英語を話せないのに、俺に英語で話すよう強要して、大勢の前で馬鹿にしようとしたんですか？俺は、わざと大げさに驚いてみせた。そして、専務は、今の俺の話が本当なのかと部長に聞いています。本当だった場合、その役職は保証できないともおっしゃっていますよ。と、専務の言葉を部長に通訳する。部長は一気に青ざめた。おい、一体何を言ったんだ！慌てふためく部長。俺は、にやりと笑った。いつも部長に中卒だと馬鹿にされていることや、工場の従業員には誰でもできる仕事だと言い、威圧的な態度をしていること。あと、禁煙の敷地内でいつもタバコを吸っていることもお話しました。お前!部長は、俺を睨みつけてくる。その瞬間、専務が部長に向かって壇上に上がってきた。あなたは工場で働く人を、そんな風に見ているのですか？専務が日本語で部長に話しかける。背が高くて、がたいの良い専務に詰め寄られ、部長は青い顔で、いや、と口ごもっている。専務は俺に通訳するように言い、部長について調査をさせてもらう。結果次第でどうなるか覚悟しておくように、と部長に伝えた。部長はその場に座り込む。専務はマイクを手に取って、皆さん、今日は美味しいお酒と料理を楽しんでください。と会場に向かっていった。会場は和やかな雰囲気に戻り、俺は専務に呼ばれてお酒を注がれる。あなたの勇気ある行動に感動しました。専務は俺にそう言ってくれたので、俺は、私の名前は勇気で、母がつけてくれました。と言うと、専務は満面の笑みで、名は体を表すのですね。と言った。難しい言葉も知っているんだなと驚いていると。この言葉、一度使ってみたかったんですよ。と専務は笑う。日本語と英語を交え、俺はしばらく専務と話をした。すると、専務は話ができてよかったと言ってくれる。ありがとうございました。と、俺は頭を下げて、順平たちのいるテーブルに戻る。ゆへーけ、すごいな！順平と同僚たちが俺に乾杯を求めてきた。部長はいつの間にか退出したようで、その後姿を見ることはなかった。後日、俺は工場長に呼ばれる。実は、新しいプロジェクトがあるんだ。工場長は、あの専務から指示されたという内容を話し始めた。とある部品を作りたいが、取引先が海外メーカーなので、英語ができる人を探していたという。専務がぜひ俺に頼みたいと言ってくれているらしい。俺はもちろん大きくうなずいた。新しいプロジェクトのチームには順平も入っている。これってかなり大きいプロジェクトだよな。俺も気合い入れるぞと、順平も張り切っている。そこへ部長がやってきた。あの懇親会の後、部長は俺に激怒していたが、順平や工場長を含め工場の仲間が部長が俺に接触しないよう遠ざけてくれていた。しかしこの日は忙しく、俺は部長に見つかってしまう。ふん、中卒のお前が中心のプロジェクトなんて失敗するに決まってる。花から決めつけられて、俺は思わず言い返した。絶対に成功してみせます。工場の仕事が誰にでもできるものではないって証明してみせますよ。現に部長はここでやっている作業のこと、何も分かってないじゃないですか。ただ視察に来て偉そうなことを言って、俺たちのことを馬鹿にして帰っていくだけですよね。俺たちは技術に誇りも持っています。部長みたいな人にとやかく言われたくありません。淡々と言うと、部長は唇を噛みしめ、口を開こうとしたが、その時、順平が先に、勇気の言う通りです。部長は何も分かっていませんけど、勇気はこの工場の中でトップクラスの技術を持っているんですよ。いつも前向きで俺の作業がうまくいかなかった時だってアドバイスをくれて周りのフォローもできる人です。そんな彼のことをこれ以上馬鹿にするのはやめてくださいと言った。その言葉はちょっと照れくさかったが嬉しかった。部長は舌打ちをして工場を後にする。このやりとりは工場長から専務に報告をしてくれたようで、専務は部長の態度に激怒したらしい。その後、部長が交代した。新しい部長は気さくな人で工場の仕事をよく見てくれる。元部長のことを聞いてみると、うちの会社は工場で働く人たちに支えられている。それをわからない人間はいらないと専務に激怒され、海外の工場に左遷されたそうだ。1ヶ月後、新しい部長によると、元部長は、言葉のわからない海外の工場で働くことでストレスが溜まり、体を壊し退職することになったらしい。もう会うことはないが、元部長のげっそりした顔を想像すると、なんだか笑えてきた。俺は、順平たちと一緒に新しいプロジェクトに取り組んでいる。そのことを母に話すと、とても喜んでくれた。そして、親友の健が祝ってくれるというので、今日は飲みに出かけている。さすが勇気だな。でも次は彼女探しでもしたらどうだと健は笑いながら言う。まあ、確かに。そろそろ母を安心させたい気持ちもあるし、新しい出会いでも探してみるか。いつもありがとうね。俺が商品を持っていくと、うなぎ屋の社長がにこやかに手を振ってくれる。小さい頃から父にくっついて配達をしていたが、今では俺一人で配達をしている。取引先は気のいい人たちばかりだ。特にこのうなぎ屋の社長は昔から俺を知っているので、大きくなったなぁ、なんて声をかけられるほど。それが、まさかあんなことになるなんて。俺の名前は翔太、30歳だ。父がうなぎの卸問屋を営んでいて、高校卒業してからずっと父の手伝いをしていた。しかし、20代も半ばになると、そろそろ手伝いなんていう感覚は捨てろ、と父に言われ、それももっともだと思い、俺なりに考える。父は昔からの取引先を大切にしていて、そのおかげでうちはここまでやってこれた。それならば、俺は新規開拓をしてもいいんじゃないかと思い、通販サイトを設立。SNS でも日々の様子を発信したり、うちのうなぎを使ってくれているお店を紹介したり、父のしていなかったことを始めた。そして、取引先を増やすことに成功。今も父と二人三脚で頑張っている。取引先の中でも長い付き合いなのが、20年間取引している近所のうなぎ屋だ。ここの社長は、昔から父の配達にくっついていった俺によく挨拶をしてくれた。初めて会ったのは小学生の時だから、俺にとっては近所のおじさんくらいの感覚だ。社長のところには子供がいないらしく、よく俺を可愛がってくれた。ここのうなぎ屋は評判が良く、遠方からもわざわざ食べに来るほど。うちとしても、おろしているお店の評判がいいのは鼻が高い。翔ちゃん、土曜の丑の日には、いつも通り頼むよ。社長の言葉に俺はうなずいた。土曜の丑の日には、いつも300万円分のうなぎをおろしている。実は、このうなぎ屋の隣には料亭があるのだが、以前そこからうなぎをおろしてほしいと依頼があったそうだ。しかし父が、うちの常客であるうなぎ屋のライバル店におろすのはちょっととやんわり断った。俺としては心苦しいところもあるが、うなぎ屋の社長のことを考えると、やはり裏切ることはできない。父は人情にもうるさい人なので、これはこれでいいだろう。ある日、いつものうなぎ屋に配達に行くと、社長がいなかった。従業員に聞くと、昨日倒れて、今は病院にいるという。俺は驚いて詳細を聞いたが、従業員もまだわからないとのことだった。それから数日後、また配達に行くと、知らない人がいた。配達に来たことを伝えると、ああ、君がうなぎ問屋か。と言い、その人が二代目社長に就任したという。社長はどうなったんですか？俺が慌てて聞くと、その人は笑いながら言った。もう年だからな。これを機に引退だよ。社長には子供がいない。この人は誰だろう？俺の頭の中は疑問でいっぱいになる。すると二代目社長は俺の顔を見て。俺が誰かって？社長の甥っ子だよ。と言ってきた。これで社長という肩書きが手に入った。二代目社長はにやりと笑う。事情はわからないが、二代目社長はうなぎ屋をやっていたわけでも、この辺りに住んでいたわけでもないらしい。このうなぎ屋は繁盛していて、評判も良かったが、なんせ小さな店なので、従業員は少ない。社長が変わった時も何も言えなかったんじゃないだろうか。前社長は自らうなぎを焼いていたが、二代目社長は従業員任せだ。この店はどうなってしまうんだろう。ひとまず、前社長は命に別状はないということは分かったので、そこは安心したが、前社長がどうなったのかも心配だし、店の行く末が気になってしまう。そして、土曜の丑の日を迎えた。今日は俺も父もフル稼働。朝一番で行くのはあのうなぎ屋だ。あの二代目社長に会うのは嫌だけど、配達をしないわけにもいかない。それに、今日忙しいのはお互い様だから、この間のように二代目社長の偉そうな話は聞かなくて済むだろう。そう思って配達に出る。しかし、そこにはとんでもない事態が待ち受けていた。おはようございます。そう言って中を覗くと二代目社長が出てくる。うなぎと納品書を見せて確認してもらうが、二代目社長は笑い始めた。300万の発注書があったが、本当だったんだな。よくこんなぼったくりみたいな値段で買ってたな。俺は、その言葉にカチンと来て反論する。ぼったくりって何ですか？うちのうなぎの品質は保証します。正直、本来はもう少し値が張るのですが、前社長は20年もの付き合いですし、少し値を下げています。そんなことを言われる筋合いはありません。すると、二代目社長は、俺を見下しながら。うなぎの品質？そんなもん客はわかんねえだろ。客が見るのは値段だよ。値段が安ければ売れるんだから。という。その時、どこかの業者が入ってきた。うなぎの配達のようだ。まさか。淡々と取引を終えた業者は、すぐに出て行った。二代目社長は、俺の方を向いて、ニヤニヤとしながら。今後は外国産を使う。値段が格段に安いからな。300万円分のうなぎはいらないよ。という。配達されたばかりのうなぎをわざわざ出して見せてきた。見ると、随分質が悪そうだ。これなら、うちの半分程度の仕入れ値になるかもしれない。そう思っていると、これでお前のとこの半分の金額だよ。と、二代目社長がニヤニヤする。でも、俺はその言葉に驚く。確かに、単価はうちの半分程度だろうけど、仕入れてる量はうちより少ないし、この量で150万は高すぎる。二代目社長は、量や質でなく、単純な値段で仕入れを決めたのだろうか。明らかに割高だが、二代目社長は得意げだ。ああ、この人何もわかっていない。すると二代目社長は、だから、お宅は用済みな。これからも配達しなくていいから。と言ってきたので、俺はにっこりと笑った。わかりました。俺はそう答え、うなぎ屋を後にする。とはいえ、このうなぎはどうしたものか。父に電話をしてみたが、そんなにすぐに譲れるような取引先はない。仕方がないから持ち帰るようにと言われた。電話をしながら目に入ったのは、うなぎ屋の真横の料亭の看板だ。うなぎ屋を出てすぐのところに車を止めて電話をしていたのだが、ちょうど料亭の方から誰かが出てきた。なんとなく料亭を見ていたので、出てきた人物と目が合ってしまう。とりあえず会釈をすると、向こうも怪訝そうな顔で会釈をしてきた。年の頃は俺と同じくらいだろうか。その人物はこちらをじろじろと見てくる。あ、そうだよな。こんなところに車を止めて不審だよな。ひとまず離れるか。そう思い、車に乗り込もうとすると。すみません。と、その人物に呼び止められた。うなぎ問屋さんですよね。そう言われて、俺はうなずいた。その人物は、この料亭で板前をしていて、名前は隼人というらしい。年は、俺の一つ年下で、父親がここの料理長をしているという。俺は二代目になるべく修行中なんです。と言ってきた。俺も軽く自己紹介をすると、隼人は、この忙しい時期に申し訳ないのですが、今日、うなぎをおろしてもらうことはできないでしょうかという。え？俺は思わず聞き返した。隼人が言うには、うなぎを発注していた業者の配達が来なくて、電話をしてみたら、数日前に倒産していたことが発覚したという。土用の丑の日なのに、うなぎがないなんてと探していたそうだ。これはチャンスだ。俺はそう思い、ちょっとこれを見てもらっていいですかと、うなぎ屋に納品するはずだったうなぎを見せる。俺はため息をつきながら先ほどのうなぎ屋とのやりとりを話した。それで、これは一旦持ち帰ろうと思っていたものなんです。すると、隼人が、それ、うちで買い取らせてもらえませんかと、勢いよく言ってきた。それなら、うちとしても助かる。隼人は、うなぎを確認して、素晴らしい質だと褒める。俺は、正直に、うなぎ屋へおろしていた値段を伝え、300万でと言ったが、隼人は、うちはこの品質なら、350万で買いますよ。と言った。俺は父に電話をして確認を取る。その間に、隼人も料亭に戻り、料理長である父親に事情を話してきた。こうして取引が成立し、うなぎの引き取り手が決まった。本来は納品書や請求書が必要になるが、お互い時間に余裕がなかったので口約束でしかない。金額が金額なので、隼人が一筆書いてくれた。俺は隼人を信用することにし、後で納品書を持ってくると伝える。父の元へ戻ると、次の配達が待っていたので、父と詳しい話をする時間はない。配達を終えると、ようやく一息つくことができた。そこで俺は、隼人の料亭にうなぎをおろしたことを SNS で宣伝した。父にうなぎ屋のことと料亭の話をする。うなぎ屋の社長、大丈夫かね？父は心配そうな顔をしてから表情を変えた。それにしても、その二代目社長を許せないな。もう頼まれても、取引しなくていいだろう。俺は、父の言葉に同意してうなずく。そして仕事も落ち着いたし、俺は納品書を届けに料亭に向かった。すると、朝は閑散としていた料亭の前が賑わっている。うな重の販売をしているようだ。しばらく遠くから様子を見ていたが、奥から出てきた隼人が、俺に気づいて、大きく手を振った。翔太さん、朝はありがとうございました。おかげで大盛況ですよ。隼人が言うには、もともと仕入れていたうなぎよりも質が良く、お客様にも喜ばれているという。料亭の予約分だけでは、うなぎが余るからと、予定になかったうな重の販売も始めたところ、一気に口コミが広まり、飛ぶように売れているそうだ。隼人も忙しそうなので。ありがとうございます。今日は忙しいでしょうから、俺のことは気にしないでください。と言うと、隼人は頭を下げて戻っていった。代わりに、隼人の母親である女将が対応してくれて、忙しいのにすみません。またご挨拶に伺います。と言われる。うなぎの焼けるいい香りが漂っている。きっと腕のいい料理人なのだろう。うちのうなぎがこんなにお客様に喜ばれていると、俺も嬉しくなる。そんな気持ちで料亭を出ると、ただならぬ気配を感じた。その気配の方向を見ると、なんと、うなぎ屋の2代目社長が立っている。俺は無視しようと思ったが、あまりに睨まれているので立ち止まってしまった。すると、2代目社長は俺に近づいてきて、どうしてくれるんだという。は？俺は思わず、そんな言葉が漏れる。なぜこの料亭に卸しているのかと聞いているんだ。2代目社長は怒りながら言ってくるので、うちがどこと取引しようと関係ありませんよね。ときっぱりと言った。しかし、2代目社長は引き下がらない。20年も取引してやったんだろう。それをライバル店にくら替えするなんて非常識だ。おかげでうちは大打撃だよ。うなぎ屋の方向を覗いてみると、閑古鳥が鳴いている。土用の丑の日にうなぎ屋が暇なんて致命的だ。そこへ、うなぎ屋のパートさんが走ってきた。社長、何やってるんですか？あの余っている大量のうなぎはどうするんです？さばくんですか？どうしたらいいですか？早く指示してください。このパートさんは長い間、うなぎ屋で働いていて、俺のことも随分前から知っている。2代目社長がしぶしぶうなぎ屋に戻ろうとすると、パートさんは俺に向かって、翔ちゃん、朝は大変だったみたいね。ごめんね、あの社長しかいなくて。私たちもその後に知ったのよ。でも、取引やめて正解よ。あの社長ひどいもの。私たち従業員もあの社長にはついていけないって言っているところなの。と言ってくる。そして、今までは国産って表示してたけど、それがなくなったから常連さんたちに聞かれたのよね。嘘つくわけにいかないから。社長の方針で外国産になったことを伝えたらみんな帰っちゃうのよ。と教えてくれた。見ると、確かに今まで国産うなぎだということを示す旗や広告を貼っていたが、国産の表示が消えている。国産表示を消すだけで、外国産だと書いていないのは問題だし、うな重の値段は今まで通りなので、ますます買う人はいないだろう。しかも、うなぎ屋で買わなかった人たちは、隣の料亭に流れていき、そこでうな重を買っていくようだ。数日後、料亭の料理長と、隼人がわざわざ挨拶に来た。本当に助かりました。と料理長が言う。それ以来、うちは料亭に定期的に配達するようになった。料亭のうな重が SNS や地元の口コミでも広がり、料亭はますます繁盛しているという。一方、うなぎ屋はというと、いつ見てもお客は誰もいない。パートさんも辞めたらしい。料亭への配達の帰り、うなぎ屋の2代目社長が俺のところに飛んできた。お前のせいだ。と言いがかりをつけてくる。何がですか？俺は冷静に返すが、二代目社長は俺を睨みつけるばかり。どうやら従業員はみんな辞めてしまい、店を開けることができないようだ。閉店したんですか？そう聞くと、二代目社長は俺を睨んだまま口を開く。お前がライバル店と取引を始めたものだから、客を全部取られた。うちは商売上がったりだ。俺は鼻で笑ってやった。それは誰のせいですか？そもそも前社長が注文していた品をいきなりキャンセルしたのはあなたですよね。それに値段が格段に違う外国産のうなぎは質も格段に違いませんでしたか？そんなこともわからないのによく社長を都合なんて思いましたね。社長っていうのは従業員に命令して仕事をやらせるだけじゃないんですよ。ありとあらゆる責任があるのにあなたは何もわかっていない。それに、うなぎのことを知らないのに、うなぎ屋の社長だなんて笑えますよ。二代目社長は、うるさい！うなぎ屋なんて従業員に任せていればなんとかなると思ったんだ。俺は社長という肩書きを手に入れたかっただけで、うなぎ屋がやりたかったわけじゃないんだよ！と怒鳴っている。俺は呆れてしまった。うなぎ屋を馬鹿にしているんですか？あなたに社長なんて肩書きは不釣り合いですよ。無職という肩書きを手に入れましたね。俺がそう言うと、どこからともなく声がした。近づいてきたのは前社長だ。翔ちゃん、本当に申し訳ない。従業員から聞いたよ。今までより覇気がない気はするが、前社長は元気そうだ。二代目社長は目を丸くしているので、前社長が来るのを知らなかったようだ。社長、大丈夫なんですか？俺が聞くと、前社長はうなずく。前社長はまだリハビリに通っているそうだが、日常生活はできるようになったという。前社長は、お前が俺の療養中にこのうなぎ屋を見てくれると言うから任せたんだ。お前を信用した俺がバカだったよ。と、二代目社長に向かってため息をついた。前社長が言うには、両親は忙しいから、代わりにと見舞いに来た二代目社長がうなぎ屋を守ると言ったそうだ。二代目社長は実家の営む食堂で働いていたらしく、自分に任せろと言ったという。前社長はその言葉を信じて自分の療養に専念していたが、土用の丑の日を過ぎた時、店の様子が気になって二代目社長に電話をしたが、繋がらない。何度か連絡をしても繋がらないので、従業員に連絡をしたという。そして、店の状況を知って大慌て。なんとか外出できるようになったので来てみたら、俺がいたというわけだ。前社長は俺に頭を下げ、近々父にも挨拶に来るという。俺は二代目社長に向かって、あなたが社長を継いだのかと思っていましたけど、社長代理でしたか？俺が言うのもなんですけど、うなぎのことも知らない、従業員のことも大切にできないあなたに、ここの社長なんて務まるわけがないですよ。と言った。前社長はうなずき、俺もすぐに復帰できないし、店は畳むことにする。という。二代目社長は唇を噛み、お前のせいだぞ！と、恨みがましい顔で見てきたが、自業自得ですよ。と、俺は言い返し、前社長に挨拶をして、自分の仕事に戻った。数日後、前社長は父に挨拶に来てくれて、二代目社長は実家に戻ったらしいが、事情を知った両親に激怒され、叩き出されたと教えてくれた。今はどこで何をしているのかわからないという。その後、うちはあの料亭と共に評判がうなぎ登り。隼人とは歳が近いこともあり、親交を深めている。お互い後継ぎを意識しながら修行中といったところだ。ひょんなことからいい友人ができてよかったと思う。さて、今日は新しい取引先に挨拶に行く日だ。今日も頑張るぞ。こっちは忙しいのに気が利かないわね。低い声で威圧され驚いてしまう。さっきまでは男性の前でぶりっ子だったのに。私の名前は上田よし子。2年前、10歳年の離れた夫が他界した。子供は自分の家庭を持って遠くに住んでいるため、なかなか会えない。夫がいなくなった寂しさから、数十年ぶりに働くことに決めた。事務として働くことになったのは、食品物流を扱っている運送会社。ドライバー含めて20人ほどの小さな会社だ。久しぶりの職場復帰にドキドキしてしまう。ドライバーは40代、50代が多く、皆温かく迎えてくれてほっとした。一人の事務員を除けば、私の上司にあたるのは橋本という28歳の女性。60歳を超えている私からしたら娘と変わらない年齢である。事務員は橋本しかおらず、すべて一人でやっていると自慢していた。男性ばかりの職場だからなのか、ちやほやされてきたようだ。初対面から彼女にはいい印象を持てずにいた。新しく入るパートっておばさんじゃん。パソコン使えるわけ？私はパートという立場だし、仕事を教えてもらう身である。だからといって、開口一番にタメ口でそう言われて驚く。パソコンは家でも使っているので大丈夫です。ご迷惑をおかけしないよう頑張るのでよろしくお願いします。頭を下げた私に橋本は冷たい視線を向ける。社長が決めた相手だから文句言わないけど迷惑かけないでよ。じゃあ事務所の掃除しといて。ピシャリと言うとデスクに戻っていった。60年も生きていれば嫌な人に会うこともある。彼女の態度は気になるけど、ここは仕事をする場と割り切ろう。与えられた仕事はどんなものでも心を決めて行うと決めていた。それから就業時間まで事務所がピカピカになるまで掃除した。埃のかぶった花瓶をきれいにし、敷地内に咲いていた花を生けてみる。それだけで事務所が明るくなったようだ。営業の男性にも花がきれいだと褒められた。その様子を見た橋本が私の方へとやってくる。事務所が明るくなりましたよね。私が上田さんに指示したんです。橋本の甲高い声にぎょっとしてしまう。男性相手だとぶりっ子になるタイプなのね。私は橋本がどんな人なのか徐々に分かってきた。橋本は営業さんと談笑した後、私の耳元でこう囁く。褒められたからって調子に乗らないで。掃除以外にも仕事してくれない？こっちは忙しいのに気が利かないわね。低い声で威圧され、彼女の変わりように驚いてしまう。私はお昼休憩中に言われたことを思い出した。午後から何をすればいいのか聞いた時のことだ。何かお手伝いできることはありますか？そう話しかけると、橋本は面倒くさそうにこう答えた。初日から仕事なんか任せらんないわ。ずっと掃除しとけばいいから。それなら仕方がないと、午後も徹底して掃除していたのだ。あなたが掃除しろって言ったんじゃない？口に出そうになったが、なんとか耐えた。娘と同じくらいの年齢だが、この人は私の上司。理不尽ではあるが、仕事とはそういうものだろう。翌日からデータ入力やお茶組みなど簡単な仕事を任せられた。これくらいできるわよね。それとも、おばさんには無理かしら。鼻で笑われながら渡された資料。溜まっていたのか、資料はかなりの量だったが、午前中には入力を終えた。データ入力をしつつ、来訪した取引先の方と営業さんにお茶を出す。すると帰り際にお茶が美味しかったですと声をかけられた。いつものようにお茶を入れただけなのに褒めてもらえる。小さなことだったが、私はとても心が温かくなった。夫を亡くして気持ちが塞ぎがちだったこの2年。社会に出て誰かに認められることがこんなに嬉しいなんて。嬉しさのあまり口元がつい緩んでしまう。その様子を見ていた橋本が馬鹿にするように言った。誰にでもできる仕事で喜ぶなんて笑える。よほど普段から誰にも相手してもらえていないのね。クスクスと笑われて恥ずかしくなる。データ入力終わりました。他に何か仕事はありますか？ごまかすように次の仕事の指示を仰いだ。あのデータ量なら午後までかかるはずよ。適当にやったんじゃないの？そう言うと橋本はデータの確認を始めた。どうやらミスは見つからないらしい。ふん、たまたまでしょ。もうやることないから掃除しといて。気に食わないのか、その場から去ってしまった。私たちの様子を見ていた営業さんは心配そうに声をかけてくれる。大丈夫ですか？あの子、異性には優しいんですけど、同性には厳しくて。営業の小池さんは以前会ったことを話してくれた。橋本は高卒でこの会社に入社してからずっと事務員をしている。その間、何人もの事務員が入っては辞めてきたという。離職率が高い原因は橋本の高圧的な態度だった。相手の年齢に関係なく嫌味や罵倒は日常茶飯事。私のおかげで会社が成り立っているの。やり方があるんだから余計なことをしないで。長年一人で事務を担当しているため、彼女が全て握っているようなものだ。男性ドライバーには愛想がいいので、実態が浮き彫りにはならない。小池は立場上、橋本との接点が多いため気づいたという。俺も何回か本人に注意したし、社長にもそれとなく伝えたんです。でも、そんなことしてないって社長の前で泣き出しちゃって。証拠もないし、結局うやむやになっているんですよね。不甲斐なくてすみません、と小池は謝った。小池さんも忙しいでしょ？私なら大丈夫だから気にしないでちょうだいね。気にかけてくれてありがとうと微笑むと、小池は照れくさそうに笑う。少し前に入ってきた事務員さんが、上田さんと同年代の女性だったんです。その方が全然パソコンを使えなかった挙句、のんびり屋さんだったようで、それもあって、上田さんのことを勝手に敵視しているのかもしれません。なるほど。私みたいなおばさんは全員のんびり屋さんだと思っているのか？事務員にも向き不向きがある。たまたま事務に向いていない人が入ってきたのかもしれない。仕事ができるようになれば橋本も認めてくれるだろう。そう思った私は翌日からさらに張り切った。しかし、それが逆効果だったことに数日後気づくことになる。橋本さん、終わりました。確認お願いします。今日も渡された資料をパソコンに入力していく。丁寧に早く。それが私のモットーだ。本当にちゃんと入力した？データ入力が完了したといえば、毎度疑われる。そうして確認した後、橋本はしぶしぶ、次の指示をくれるようになった。じゃあ経理の仕事もやって。マニュアルはパソコンに入っているから。橋本が直接教えてくれることはなく、マニュアルを見ろとしか言わない。それでも私は経理経験があるからか、マニュアルを読んでこなすことができた。上田さんのデータ、見やすくて助かっていますよ。いつもありがとうございます。小池がそう声をかけてくれ、コーヒーを出してくれた。しばらく談笑していると、橋本に睨まれていることに気づく。これは怒られるな、と思っていると、案の定呼び出された。お茶出しはあなたの仕事でしょ？営業さんにやらせるなんて、何のつもりよ。ちょっと仕事が早いからって、調子に乗るな！仕事ができてもできなくても怒られる。じゃあどうしたらいいのかと困惑してしまった。橋本はなぜか激高している。あんたみたいなババアが色目使うなんてありえない。急にババアと呼ばれびっくりして声が出ない。最近の若い子はいくら部下とはいえこんな口の利き方をするのだろうか。すみません、以後気をつけます。何に気をつけるのか自分でもわからなかったが、これしか言葉が出なかった。私が反論しないことに調子に乗ったのか、橋本の嫌がらせや暴言はどんどんひどくなっていく。ちょっと、1時間で終わらせてって言ったじゃない。今日も朝から怒号が事務所に響く。朝一番に渡された仕事の期限は明日までと言っていたはずだ。え？明日までのものでは？さすがに反論しようとしたが、橋本は話を遮る。上司に反論するわけ？私が1時間でやれって言ったらやりなさいよ。なんて理不尽なのかと思ったが、こうなってしまったら橋本はもう止まらない。橋本は私と二人きりの時に限って暴言を吐くようになった。今日もなんか変な匂いがする。ババアがいると臭いわ。橋本は笑いながら鼻をつまむアクションを取る。二人きりの時はもう名前で呼んでくれることはなくなった。ババア、おばさん、使えない部下。そう罵っては一人でケラケラと笑っている。しかし、事務所に小池がいると態度が激変するのだ。私のことを優秀な部下だと褒めたたえ、まるで仲がいいかのように振る舞う。ほんと、上田さんが来てくれて助かってるんです。そう言いながら、ベタベタと小池に触れている。二面性が激しすぎて、同一人物とは思えない。橋本の態度から、彼女が小池に好意があるのだと気づいた。だからこそ小池が私のことを褒めたのが許せなかったのだろう。ある日、地方へ長期出張に行っていたという社長が事務所に顔を出した。ただいま帰りました。その時、事務所にいたのは私と橋本だけ。橋本は社長の顔を見るや否や、嬉しそうに駆け寄っていった。今回のお土産は何ですか？さっきまで私をババアと罵っていたのに、声が3トーンくらい高くなっていて、思わず笑ってしまった。社長は橋本に無言でお土産を渡すと、私の方に歩いてくる。ご挨拶が遅くなってしまってすみません。とてもいい仕事をしてくれていると、営業の小池から聞いています。どうもありがとうございます。社長は私に深々と頭を下げた。そして、橋本がお土産に夢中になっている間、私と社長は世間話をする。私たちがあまりにも話が盛り上がっているので気になったのだろう。橋本が近くに寄ってきて声をかけた。随分と盛り上がっていますね。上田さん、まだ仕事残っていますよ。橋本は口元に笑みをたたえたまま、私をきつく睨む。また色目を使っているだのと暴言を吐かれてはたまらない。では社長、私は仕事に戻ります。話を中断して仕事に戻ろうとすると、社長が名残惜しそうに言った。まだまだ話をしたかったのに、残念です。社長の言葉が気に入らなかったのかもしれない。橋本は私の腕を強く掴んで、さっさと消えろと目で訴えてきた。さらに、社長に聞こえないように、パートが社長に口聞くな、身の程を知れ、と、ぼそりと言われる。私の顔が曇ったことに、社長は気づいたようだ。今、なんて言われたんですか？社長に聞かれたので、正直に答えた。身の程を知れって言われました。パートが社長と口を聞くなって。まさか、私が嫌味を暴露するだなんて思わなかったのだろう。橋本は目に見えて焦り出す。そんなこと言ってません。仕事お願いしますねって言っただけですから。言い訳をしたものの、社長の顔は怒りでどんどん赤くなる。よしこさんをバカにするような発言はやめろ。この人は私の恩人なんだ。社長が激高する姿に橋本は言葉を失っていた。社長はこの会社の2代目。実は私は先代が社長だった頃にこの会社で経理事務をしていた。小さな会社なので当時から事務員が一人だったのは今と変わらない。先代の奥さんに事務仕事を一通り叩き込まれたので仕事が早く的確だと重宝されていたのだ。さらにドライバー同士のいざこざや先代と奥さんの夫婦喧嘩が起きると仲裁に入ることがよくあった。第三者である私が間に入ると話がまとまるらしい。バブル崩壊後、会社の業績は悪化した。私は出産後に退職したが、先代の奥さんとはお付き合いを続けていたので、会社の苦しい状況を聞いていたのだ。それでも、なんとか倒産せずに済んだのは、先代の人柄と努力に違いない。先代は、新たな取引先を見つけるために、連日歩き回った。何度も取引先を訪れては頭を下げて回ったらしい。こうして粘り強く交渉をした結果、新たな取引先と契約を結ぶことができたのだ。そんな先代も息子に後を継がせる時期が来る。その時、先代と現社長は意見の相違で真っ向から対立してしまった。二人の関係に溝が入ると心配した先代の奥さんから仲裁をしてほしいと連絡をもらったのだ。感情的になっている二人をなだめ、冷静に話を進めた結果、互いの妥協点を見つけて最終的に二人は和解した。何時間も粘り強くなだめてくれたよしこさんのおかげで、父とわだかまりもなく後を継ぐことができました。今の私があるのは、よしこさんがいたからです。顔を合わせるたびに社長はそう言っていたのだ。夫を亡くした寂しさから仕事を探していた時、何かできることはないかと社長のことを思い出した。よしこさんだったらいつでも歓迎ですよ。業務量も増えてきたことだし、人手不足で困っていたんです。そう言って週3日のパートとして雇ってくれたのだ。ずいぶん高圧的な態度をとっていると、よしこさんから報告を受けています。これまで事務員が定着しなかったのも、あなたのせいらしいですね。忙しさにかまけて対応しなかった自分に怒りを感じます。社長に睨まれた橋本は真っ青になっていた。さらに社長は言葉を続ける。それに、あなたがやっていることは犯罪ですよ。唐突な言葉に橋本は意味がわからないという顔をしている。会社の経費で買っている切手を持ち帰っていますよね。収支が合わないんですよ。私の言葉の意味を理解したのか、さらに青ざめた。橋本は経費で切手を買っては個人的に持ち帰っていた。大量に買ったはずの切手がすぐになくなっていたのでおかしいと思ったのだ。持ち帰った切手、金券ショップで売っているんでしょう。会社の備品を売って小遣いにするケースがあるとニュースで見たことがある。事務員はこれまで彼女一人だったので誰も気づかなかったのだろう。図星だったようで橋本は震えていた。たかが数千円でも積もればかなりの額になるわ。あなたは会社のお金を盗んでいたことになるのよ。帳簿を確認して証拠を集めるまで確証は得られずにいたのだ。経理の仕事を任せられるようになってようやく証拠を得られた。そして出張中の社長に普段の態度を含めて全て報告していた。長年勤めてもらったのに残念ですよ。あなたはクビです。社長の解雇宣言に橋本はボロボロと涙を流す。ごめんなさい。お金は返すから許してください。必死ですがるが社長は当然許すわけがない。すると私の方を向き、鬼の形相で叫び始めた。ババアが入ってこなかったらこんなことにならなかった。あんたのせいよ。今にもつかみかかってきそうな橋本を社長が抑え込む。会社に不利益を与えたあなたが悪い。事務員は会社を支える役目なのよ。あなたなんかに大切な会社は任せられないわ。私が冷静にたしなめるものの、橋本は止まれない。私がいなくなったら、この会社は潰れるわよ。誰もジムのことなんてわからないんだから。だから、クビにするなと言いたいのだろう。ジムは当分よしこさんに任せる。あなたはお役御免だ。社長にバッサリと言われた橋本はうなだれていた。こうして橋本は解雇されることに。さらに社長は今まで横領していた金額を請求。金額としては数万円と高額なわけではない。しかし、会社の金を横領した事務員だと業界内で噂になっていた。横のつながりが強い運送業界である。きっと他の会社に勤めようにも門前払いになるはずだ。橋本は結婚して家庭に入ろうと思ったのだろう。小池に言い寄ったが、彼女がいるからとバッサリ振られてしまった。仕事も失い、意中の人からも振られてしまったことがよほど答えたのだろう。精神的に不安定になった橋本は実家に帰ったと聞いた。今は心療内科に通院しながら実家でおとなしくしているようだ。今日からよろしくお願いします。社長は新たに正社員の事務員を雇ってくれた。とても素直で喜んで仕事をしてくれる優秀な女性だ。私のことを年齢やパートだからといって馬鹿にすることもない。今は彼女の成長を見るのが毎日の楽しみである。解約ってどういうことですか？職場で昼休みに電話をかけているのに大きな声を出してしまい、私は慌てて声を潜めた。私、そんな手続きしてません。なんで？どうして？頭が真っ白だった。保険会社の女性社員は私とは対照的に冷静そのもの。記録によりますと、お客様から解約のお申し出があり、すでにお手続きは完了しております。私が加入していたのは貯蓄型の生命保険。義妹ののりこさんが保険の外交員で、ノルマが厳しいと頼み込まれ、相場よりも高めの保険に入っていた。私はユミ、40歳の会社員だ。夫と娘と3人でアパートに暮らしている。今日は朝から大変だった。夫は起きてから泊まりの出張だと言い出し、荷造りを始め、娘は算数の教科書がないと騒ぎ出した。娘の香りはまだ小学1年生だし、手がかかるのはしょうがない。でも、夫まで、旅行バッグがないとか、新しい靴下はどこだとか、手間がかかるのは本当に勘弁してほしい。ここ1年、夫とあまりうまくいってなくて、ずっと離婚を考えている分、余計にイライラした。2人ともなんで前の日から準備しておかないの？呆れて言葉に出してしまうと、娘は素直に、ごめんねママ、次から気をつける。と言うから、私も、ママも昨日一緒に確認してあげられなくてごめんね。と答えることができる。ところが、夫は違う。香りはまだ小さいんだ。お前が全部準備してやればこんなことにならなかっただろ。それにな、俺の出張だってお前が気を利かせて、新しい靴下を買っておけばよかったんだ。なんて、憎まれ口を叩くから腹が立つ。あなたの出張の予定なんて全然知りませんでしたけど、洗濯した靴下ならタンスに入ってるし、それじゃダメ。俺、出張の時は新品がいいんだよ。何その変なこだわり。そう思ったけど、私は口には出さなかった。夫の泊まりの出張なんて数ヶ月に1回あるかどうか。夫が言い出さなかっただけで、夫の会社では前もって決まっているはずだ。新しい靴下が必要なら自分の小遣いで買うか、もっと前もって言ってほしいのに。娘が泣きそうな顔をして、パパ、ママ、喧嘩はやめてよと言うから、私は娘に向き直った。香織、ごめんね。大丈夫よ。ほら、早く探しましょう。夫も無言で自分の準備を再開し、私は娘とランドセルを確認する。ちらっと夫を横目で見ると、仕事の出張という割に、ワイシャツの替えでなく、休日に着るような服ばかり詰めていた。これは、また浮気かな。なんか怪しいぞとピンときた。夫はこれまで2回浮気をしていて、1回目は娘が生まれる直前だった。離婚を考えたけど、夫は泣きながら土下座で謝罪。さらに私を説得するよう義両親に助けを求めた。姑は私に、息子と離婚しないでほしいと懇願し、義妹も、お兄ちゃんを見捨てないであげてと騒ぐから離婚は思いとどまった。でも、去年、夫は2回目の浮気をしたのだ。最初の時と同じ出会い系サイトで知り合った女の子と関係を持った。夫は思ったことを何でもズバズバ言ってしまう性格で、行動もかなりわかりやすい。夫はバレていないつもりだけど、私からすれば逆に隠す気があるのかと言いたいくらいだ。あっという間に私にバレて、また泣きながら土下座。普段は偉そうに威張るくせに、鼻水を垂らして泣く姿があまりに情けない。次問題を起こしたら絶対に別れると夫に宣言し、離婚届に記入させ、夫婦の貯金の全部を私の口座に移し、夫を許したものの、愛情なんてすっかり失せてしまった。夫は自分のことが最優先。娘の世話をしたり、遊んであげたりしないところも許せないけど、娘がもう少し大きくなるまでは離婚を我慢しようと思っている。結局、算数の教科書はランドセルの中からあっさり発見。娘は大喜びで元気に出かけていったけど、私は朝からどっと疲れた。お弁当を作る時間がなかったから、私はお昼休みに会社の近くのコンビニまで買いに出た。そこでたまたま保険会社の広告が目に入り、ふと私の保険は一定期間経つとお祝い金がもらえるタイプだったと思い出したのだ。確かそろそろ入金されるはず。せっかく毎月高い掛け金を払っているんだし、こういう楽しみがなければやっていられない。お金が入ったら何に使おうかな。娘に秋物の新しいお洋服でも買ってあげてもいい。私は気分がウキウキしてきた。足取りも軽く銀行へ寄って通帳を記帳してみたら、お祝い金どころか今月の保険料も引き落とされていないと気づいた。あれ、変だな。お祝い金がもらえる月って引き落としもないんだっけ？最初は単純に不思議に思ったけど、朝の夫の荷造りの一件を思い出し、なんだか嫌な予感がして、私は保険会社へ電話をかけた。すると、義妹は本日お休み。代わりの女性が色々答えてくれて、解約が発覚したというわけだ。すでに解約金も支払い済みだというが、私の口座にそんな入金はない。電話の女性はきちんと書類が揃っていて、保険会社として正しい手続きをしたと何度も繰り返す。本人の同意なく勝手に解約したとあっては大問題だし、暗に保険会社に責任はないと言いたいのだろうけど、もう一度はっきり言っておきますが、私は解約するつもりは全くありませんでした。担当ののりこさんと夫に私からも確認してみますが、そちらの保険会社としてもしっかりのりこさんに確認してくださいね。私は特大の釘を刺して電話を切った。気づけば昼休みが終わる直前で、コンビニで買ってきたお弁当を食べる時間はなくなっていたけど、食欲はもうなくなっていたし、他にやることが色々できてしまった。私は上司に今日は早退したいと申し出ると、残った仕事をバリバリと片付ける。いつもより早めに会社を出て、すぐ夫のスマホに電話をかけた。本当に出張中で仕事をしていて電話に出られなければ、それはそれで仕方がない。ユミ、なんで電話なんかしてきた？俺仕事中だぞ。数コールで夫は電話に出て、不機嫌な声で仕事中だという割に、夫の後ろでは明るく陽気な音楽が流れていた。なぜ夫はバレないと思っているのか、ちゃんちゃらおかしい。それは悪かったわね。ねえ、私の生命保険が勝手に解約されて、解約金もないんだけど、何か知ってる？変な詐欺に巻き込まれたのかもしれないし、警察に相談しようと思っているんだけど、は？警察なんて何考えてるんだよ。俺だよ、俺。私は夫とのりこさんの仕業に違いないと思っていたから、わざと大げさに言ってみると、夫はぎょっとしてすぐに自分だと暴露した。私はやっぱりと思いつつ、怒りが燃え上がる。へえ、あなただったのね。じゃあ解約金は？それは俺が母さんに援助した。援助ってお母さんどうかしたの？急にお金が必要になったの？いや、たまには家族で温泉旅行でも行きたいって言うから。は？旅行？予想外の言葉に私は驚いた。そんなことのために私の生命保険を勝手に解約したの？旅行費用にしたってこと？出張は嘘？ああ、俺が受取人だし文句ないだろ。家族みんなで一流ホテルに泊まるんだぜ。今ロビーにいるんだけどすっげえシャンデリアがあるんだ。バレたからもういいと思ったのだろうか、夫は興奮気味に自慢してきた。何それ、文句あるわよ、ありまくりよ。なんで勝手に解約するわけ？私が自分の給料から掛け金を払っているのよ。旅行費用なんて自分たちで出せばいいでしょ。ああ、もううるせえな。だってお前に万が一のことがあった時、俺がもらうお金じゃねえか。じゃあ俺の金だろ。お前別に健康だし、当分くたばっちまうことないじゃん。これからまたかければいいだろ。夫の言い分が全然理解できない。でも、若い時とは条件が変わってくるから、保険の掛け金だって高くなるのに、本当に分かっていないの？だって俺が払うんじゃないし。夫の無責任な言葉に、私は頭痛がした。はあ、それお母さんたちも知ってるの？私の生命保険を勝手に解約したこと、お父さんは何も言ってない？ああ、のりこさんは、もちろん共犯よね。あなたとのりこさんで勝手に代筆して、犯行を押したってことでしょ？まあなあ。母さんも父さんもいいアイディアだって喜んでくれたぜ。そもそもお前がうちの金を全部握ってるから悪いんだろ。俺だってたまにはパーッと息抜きしたいんだ。いいじゃん別にさ、家族旅行に来てみんな喜んでるんだから。その家族ってお父さんとお母さんにのりこさんなんでしょ？なんで私と香織が入ってないの？あなたにとって家族って私と香織じゃないの？保険ってもしものためのお金だし、使わないままの方がずっと幸せだと思うけど、勝手に解約しないで旅行資金を援助したいって一言相談するのが先じゃない？だってお前絶対ダメって言うだろ。お前と香織は普段一緒にいるし、たまには本当の家族と一緒にいてもいいだろ。それにさ、のりこがまた新規でお前に生命保険入ってほしいって言うから一石二鳥だと思ってさ。あなたたちにとってはでしょ？信じられない。ダメだって言われるから言わなかったなんて、小学生みたいな言い訳して恥ずかしくないの？そうやって怒るから言いたくなかったんだ。めんどくせえな。これ以上グダグダ言うなら離婚してやってもいいぞ。どうせできないだろ。観光地で気が大きくなっているんだろうか。夫はいつもより強気だ。わかった。私は電話を切った。覚悟しておけよ。徹底的に義家族と夫に復讐してやる。私は心の中でつぶやく。私の堪忍袋の緒も切れた。今まで離婚すると言いつつ結局許していたから、夫は私を甘く見たのだ。義両親のことは今まで普通の人たちだと思っていたし、のりこさんも高い生命保険を押し付けてきたけど、悪い人じゃないと信じていた。でも常識がある普通の人たちなら、嫁の生命保険を勝手に解約して使い込んだりしない。この夫にして、この義家族ありだ。全員まとめて縁を切ろう。私はすぐに市役所へ向かった。夫の記入済みの離婚届は、お守り代わりにいつもバッグに入れてある。私は離婚届を即提出すると、娘を学童に迎えに行き、帰り道、娘に夫と離婚したことを話す。娘は驚いていたけど、丁寧に説明したら納得してくれた。家に帰ると娘は、じゃあパパってもう帰ってこない？と聞いてくる。今日の夜はお泊まりだから帰ってこないわね。離婚したから別々に暮らすことになるけど、まだこれから準備するのよ。私は娘の質問の意図がわからず慎重に答える。じゃあ今すぐお片付けしよう。早く。どうしたの？だってパパと別れたんでしょ？ママもう泣かないでいいじゃない。私、パパのこと、怒ってばっかりだから嫌い。もしかして、香織、ママが悲しむから、いつも喧嘩しないでって言ったの？当たり前だよ。私は、娘のために離婚しないつもりだったけど、娘は娘で、ずっと我慢していたようだ。娘が、喧嘩の仲裁をした理由は、ただ私のことが心配だったから。パパは休みの日だって全然遊んでくれないし、私が話しかけても、うるさいあっち行けって言うでしょ？今朝みたいにママにひどいこと言う時だけ私のことを使うし、ずっと悲しかったの。私はママが大好きだから。娘はニコッと笑う。私はその笑顔が胸に刺さった。夫が自己中で娘よりも自分が優先なのを娘からもすっかり見抜かれているし、娘も夫に愛想を尽かしていたなんて、こんな風に娘の本音を知ったことが悲しくて涙が出そうだ。そっか、ごめんね。香織にも辛い思いさせちゃったね。これからはママと香織の二人だけど、ママが香織を大切に育てるからね。ママもあなたのことが本当に大好きだよ。やった！私は絶対にこれ以上娘に悲しい思いをさせないと心に誓った。私は娘が宿題をする隣で弁護士に依頼したり、ネットで不動産屋や引っ越し屋を探したり、忙しく動いた。それから実家へと連絡。事情を話すと両親もすぐに帰ってきなさいと言ってくれた。小学校も転校しないで済む。しかも明日の午前中なら、父が知り合いからトラックを借りて荷物を運んでくれるという。大家さんや小学校、同じ登校班の家にもこれから実家から通うと連絡し、軽く事情を説明しておく。小学校への細かい書類の手続きはおいおいやっていくことにし、会社にも電話をして明日は有給を取ることにした。夫が帰ってくるまでに大体のことは終わらせたい。翌日、両親が来てくれ、私たちはどんどん荷物を実家へと運んだ。夫が帰る前にすべて終了し、アパートには夫の荷物だけ残してある状態になった。私は、離婚しました。もうあなたたちとは他人です。と、置き手紙をし、アパートを後にする。帰ってきた夫が私たちがいないことに気づいたら、きっと愕然とするだろう。ざまあ見ろ。私はその様子を思い浮かべ、スカッとした。今回こんなにスムーズに離婚の準備が進んだのは、前回の浮気の時、必要な手続きや準備を調べていたから。あの時、次は問答無用で離婚するからね。と言っておいたし、親権も私が持つことや、夫婦の共有財産もすべて私がもらうことで話がついている。こうして、私と娘は、実家での新生活をスタートした。後日、慌てた姑から私に電話があった。夫のスマホは着信拒否してあるから、姑が代わりに連絡をしてきたのだろう。夫は威張る割にすぐ泣く、弱っちい男だから、メソメソ泣いているのかもしれない。ちょっとあなた、何考えているの？息子が浮気してないのに離婚なんて。耳がキーンとなるほど大声で叫ばれ、私は思わずスマホを自分から遠ざける。ねえ、ユミさん、今からでも遅くないから、早く息子に謝りなさい。息子が傷ついてずーっと泣いているのよ。こんなことぐらいで、大騒ぎして恥ずかしくないの？は？謝る？私が？なんで？姑の言葉が理解不能すぎて、私は思わず、あんた、誰？と言ってしまった。え？姑も私からそんな返しが来ると思わなかったのだろう。ピタッと言葉が止まった。私も思わず出た自分の言葉にびっくりだ。いやあねえ、私、あなたのお母さんよ。もう、ユミさんどうしたのよ。まさかボケたんじゃないでしょ。あなたまだ若いんだから。いいえ、私の母は一人しかいません。名前を名乗らないなんてもしかしてオレオレ詐欺ですか？私はさっきの自分の失言に乗っかることにした。離婚してもう赤の他人なんだし、勝手に生命保険を解約するような人たちとまともに話してもしょうがないと思ったからだ。ふざけないでよ、ユミさん。あなたがそんな態度を取るなら、こっちだって考えがありますからね。案の定、姑は激怒。でも、そんなことは構わない。考えって一体何ですか？あなたに何かできるとでも？次に何か問題を起こしたら、即離婚することで、あの人と話はまとまっていましたし、電話であの人から離婚すると言われたんですよ。私の言葉に、姑はぐっと詰まった。私は、ここぞとばかり、追撃する。旅行に行きたいなら相談してくれたらよかったんですよ。なんでわざわざ罪を犯すんですか？まさか一家で刑務所にでも入りたいんですか？生命保険を勝手に解約って、有印私文書偽造罪になると思うんですよね。3ヶ月以上、5年以下の懲役になるので、徹底的に戦わせてもらいますからね。義実家に貯金がないとか貧乏だという話は聞かないから、夫たちはただ軽い気持ちでやったことかもしれない。でも、だからこそ許せないのだ。何それ？ちょっと待って。犯罪者なんて困るわ。ねえ、ごめんなさい。話を聞いて。姑は懲役という言葉に驚いたのか、さっきと打って変わって下手に出てきたが、もう遅い。私は電話を切って、義実家の電話も着信拒否した。その後、夫は私から離婚されたことがショックで、会社を自主退職して引きこもりになったそうだ。生命保険については、金融 ADR 制度という、裁判外で保険関係のトラブルを解決する制度を使い、無事に和解。義妹は保険会社を懲戒解雇になって、ちょっとしたニュースにもなった。そのせいで義実家はご近所から噂の的にされ、親戚から常識がない、恥を知れなどと責められ、肩身の狭い思いをしているようだ。夫も義妹も働けなくなったため、かなり困窮しているらしい。私は娘と一緒に実家でのびのび暮らしている。娘に苦労をかけた分、たっぷり愛情をかけて育てていきたい。